ブニャット・タン、VNHT ・ターン、1970年8月8日から2020年7月21日は、ベトナムの作曲家。1970年に、ハノイに生まれた部は、ハノイ国立音楽院で、ニャット・アンにピアノを学び、トラントロン・ハング教授の下で作曲及び音楽学を、学んで学位を取得した。2000年から2001年には、電子音楽を、 クラレンス・バーローに学び、また、ドイツ学術交流会の奨学金を得て、ケルン音楽大学で、ヨハネス・フリッチュに、現代音楽の作曲を学んだ。2002年には、カリフォルニア大学サンディエゴ校で、シナリーアンに、作曲の指導を受けた。2002年に部は、アジアン・カルチュラル・カウンシルからの奨学金により、米国で現代音楽と、民族音楽を研究した。彼は、特に、 ベトナム作曲家協会からの賞をいくつも受賞している。彼の作品は、ベトナム、アメリカ、オーストラリア、カンボジア、中国、フランス、ドイツ、モンゴル、スイスで演奏されている。さらに彼自身は、ピアニストとして、また、ベトナムの竹笛奏者、さらに即興演奏家として、国際的に演奏をした。1995年から2020年まで彼は、 ハノイ国立音楽院で教鞭をとった。さらに、ベトナムとオーストラリアで、ベトナムの音楽についての客員講師も務めた。部の作品には、管弦楽、室内楽、ピアノ曲のほか、電子音楽やマルチメディアのための作品、ベトナム民族楽器のための作品がある。2007年には、オーケストラニッポニカの移植により作曲した、弦楽四重奏のための、ウッキがハノイで初演されている。 家族によると2020年の旧正月に直腸がんが発見され、7月21日にハノイの病院で穏やかに生涯を閉じた。部の受賞歴は次の通り、ありがとうございます。